楽しむつもりで来ていただいていいと思ってます。その興味があるとかそういったのが一番重要で、本当に美人コンテストでも何でもないですし、こういう経験してみたいとかそういったのでいいと思うんです。ただそのやる気モチベーションをこう一緒に上げて行ってくださる方にぜひ来ていただきたいです。すごい緊張するとか私なんかできないとか思わずに、私で慣れて私でできたんだからとりあえず笑っとけっていうあるので、笑顔と姿勢とご挨拶だけなんですよね。あとはもうその時失敗してもまた次があると思いながらあの気楽にやっていただければなと思います。あの私もそうだったんですけど、かぐや姫って何だろうって、どんなことするんだろうっていうなんか不安が大きいんじゃないかなと思うんですよね。いろんな方がサポートしてくれるので、もう本当身一つで飛び込んで全然大丈夫だなっていうのが終わってみての感想なんですね。爽やかかぐや姫はあくまでも爽やか度が大事なので、元気と笑顔があれば誰でも大丈夫だと思います。